よし。え？めっちゃ走ってってる。ちょっと。え、何？諦めたから。すっごいはしゃぎ回ってんじゃん。カジノに初めて来たみたいな。これがカジノかーみたいな。こんなね、めちゃめちゃ豪華なカジノは、そりゃテンション上がるだろうけど、めちゃめちゃダンスフロアを駆け巡ってる。あ、バーにも寄ってね。すごいな、田舎から来たのかな。まあでも大体の人がカジノなんか来たことないか。よし、じゃあ俺とダンスバトルだ。さあフロアを沸かそうぜ。俺と一緒に。いいね、いいね、いいね。はい、やし。うん。あれ、どこ行った？ん？お前 DJ だったんか。お前 DJ だったのかよ。曲かけてくれ。盛り上げてくれよ。沸かしてくれよ、俺のダンスホールを。いいね、いいね、いいね。よしよし。いいぞ。さあ、みんなも踊ろう。みんなで思いっきりぶちかまそうぜ。さあ、さあ、DJ がもやされた。田舎から上京してきてようやく DJ ブース触ったのに、なんでお前ら燃やしちゃったんだよ。なんでお前ら燃しちまったんだ。あいつは悪いやつじゃなかったよ。じゃあな、みんな、お前たちがまさかそんなやつだとは思わなかったよ。辛いぜ。じゃあな。はーい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルザー瀬川です。バイオハザードレジスタンスやっていきたいと思います。さあ、今回もちょっとジルでこのね、ロケットランチャー5分に1回っていうね、めちゃめちゃ長い時間で全然使えないぞっていう思ってたんですけれども、新しく追加されたこの装備、これのミックステープ、フィーバースキルのクールダウン時間が大幅に短縮するという、これを3つつけました。普通に短縮とわずかに短縮で、もうゴリゴリロケットランチャー使いたいマンに、ウーマン、使いたいウーマンでいきたいと思います。で、余ったポイントを、ドアに対する攻撃力を増加と、警備装置のね、解除時間が短縮されるやつをつけてます。ちょっとこれでね、どんだけロケットランチャーを使えるか、ちょっとやっていきたいと思います。特別ゲスト？さあ、行こう。光栄です、マダム。しかし私はひどいホストでして、ハーブ。アンブレラはいつかあなたを裏切るわ。このままじゃきっと殺されるわよ。フェーズ1はもう我慢。と思ったけど、ここはやばそう。でもフェーズ1ではたまらないだろうな。フェーズ2ぐらいになったらたまる。よし、多分2分半ぐらいでたまるんじゃないかな。半分ぐらいになってる気がする。さすがにもうちょいかかるかな。3分かな。いや、でももうだいぶたまってるもんな。よし、とりあえずたま、鍵だけ速攻で取るムーブしよう。ちょっとさっと裏行って、ちょっとまずここ開ける。ほい、よし、OK。 で、問題はここ。さあ、おっと、避ける。まずい。やっぱ武器買っとけよかったな。ここで速攻で、ほい、俺たちが中に行く。俺たちが中に行って鍵を取ってくる。よし、ゴリ押す。ほい、お前らに必要なもんを。なぬ、ここじゃねえ。どこだ。あ、もう取ってくれてるのかい。鍵は取ったわとか言ってほしい。よし、生きてるか、ギリギリ。
お待たせしました。よし。オッケー。これはかなり、正直マスターマインド側からしてやられると一番嫌なやつ。二人が相手して、他二人が鍵を先行して取りに行くと。ちょっともうライトニングフォーク持っていこう。よし。ほい。オッケー、完成直してあげる。はい、競争もかけてあげる。はい、強くなってね。もし弾薬いただく。オッケー、25発ライトニングホーク、さらにロケットランチャーがもう溜まっているというね。化け物ですよ。こいつを止めることはできない。フェーズ1はもう我慢。ちょっと申し訳ないけど、味方に頑張ってもらう。ただ、後半やべえこと。はいはいはい。もう構いませんよ。ほい。回復して、上げてくるかな。ほい。よし、来た。さ、死ぬ時間だ。はい、ドン。ドン。そこ。めっちゃ外した。ほい。はい、オッケー。はい、もうそこには誰もいない。ほい、よいしょ。はい。やばいなこれ、強すぎるのでは。はい、よし、 OK。 最後。これはちょっとマジで俺もう相手にしたくないな。ランク25のジル来たらもう俺相手にしたくない。23超えか。 OK。 さあ4発か。ちょっと邪魔するわ。 OKOK。 でちょっとハーブ系も取っておいて。よし。さあもうすぐロケランがたまる。えぐいなこれ。えぐすぎ。もう諦めてる臭いな。ちょっとマスターマインドしたい。大丈夫か。ゾンビの餌が増えただけだ。お前らが来た時のために腹をゾンビも出してこなくなっちゃったな。嘘。え、心、いや俺もおられるなこれやられたら。さあ10分でエリア3。よし。だってグレネードも多分あるとしても2、3個しかないから、思ってたより面白くなってきた。多分攻略できないと思うんだよね。ほい。このロケランがない限り、もうロケラン溜まったもんな。よいしょ。うん、ほい。よし。まあでもタイランとかまだいるからな。さあライトニングフォーク49発ある。48発か。お、なんか撃ってるぞ。ちょっと任せといて。よし、開けて。おい、はい、よいしょ。はい、おい。全て衝動とかす。さあもう一発で4分の1削ろう。あっ、これは絶対俺殺される。絶対俺恨まれてる。ほい。さあもうロケランが4分の1溜まり始めている。ちょっと隠れておきます。いや俺はここで戦う。俺の宿敵だからな。さあ来い。さあ私が相手だ。さあこっちだ。あっ、クソ、今のうちにマーティンが言ってるのがバレた。あ、華麗なドアハメ。これランク25でもらえるステッカーです。クラッチ。ん、どこ行った。あっ、おい。ライトニングフォークで、すごい動きがうまい。ほい。
しっかり踏まないもんな、罠もな。ほい、よし、ちょっとだけな。オッケー、ほい、よいしょ。噛まれたらやばいんだよ、確か。ほい、よし、回復。オッケー、うん、しっかり俺は戦っていくぞ。オッケー、感染がやばい。ちょっと、よし、オッケー。さあ、あとはどこだ、そこか、ん、向こうかな。さあ、ロケランがたまる。あっくそ、私だけ行かせないわよって。今行くわよ、ロケランが。さあ、あなたの寿命はあと3センチ。あ、死んじゃった。ほい、ちょっと最後にロケランを取っておこう。よし、OK、まだまだ遠いな。よし、 OK、 大丈夫か。ほい、いやー、フルアーマーはきつい。背中しか効かんもんな。よしよしよし、オッケー。さあ、最後のところに、あ、そうか、まだもう一個あった。お、まだ見てる。ちょっとまた銃弾をちょっと補給しておこう。よし、オッケー。ライトニングホーグが51発。お、トレンチコートさん来た。おしゃれに殺してもらう。オッケー。誰かが引きつけて、その間に、あ、やべ。さあ、来い宿敵。こっちだ。さあ、かかってこい。死にます。逃げろ。みんな気分はどうだ。ガキどもハッピーか。よし、さあ、オッケー。よし、戻ろう。さあ、最後、もうタイラント切ってるかな。ゾンビまみれにしているだろうが、いや、来てた。よし、私がぶちのめす。さあ、来な。私のロケランが火を吹くよ。出してこないか、もう。ああ、もう出してこない。これはきついよな。おい、カメラも2発。さあ、行こう。いや、これやばいですね。ここで起きたことを世間に知らせなきゃ。いや、これはマジで、私のアンブレラを絶対に許さない。世間に知らせたら多分きついな。マスターマインド、俺マスターマインド結構やるから、これは教えたくないけど、いくら逃げてもきついです。必ず見つけ出す。皆さん頑張りましょう。できなかったら、では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。では、また。自由を楽しめ。